よし、じゃあ行ってこよう。カンカンカン。
でしょう。こんにちは。こんにちは。あ、これで聞こえますか。はい。聞こえます。大丈夫ですか。はい。はい、まあプロフィールみたいなこういうのを使ったんですけど、これで大丈夫ですかね。そうですね。私のこのイヤホン。でもこれで。共有画面になりました。なりました。はい。これでやってみましょうか。はい。はい。あ、できた。もしもし。私ですか。誰？はい、大丈夫です。はい。じゃあやってみましょう。はい。ありがとうございます。じゃあ今日は。今日は金井さんが来るかもしれませんが、もし難しかったら、うん、とりあえず時間なので始めていきましょう。はい。はい。じゃあ、お願いします。はい。今日はですね、アルファベットを始めます。はい。はい。レッスン3ですね。レッスン。はい。今日で3日目です。で、はい、アルファベットは、キリル文字、これで見えてますか？33文字が、はい、はい、33文字がありまして、はい、で順番的には、右から左、はい、左になります。はい、で、今、矢印がついてるところまで、スライドを、作ったのでここまでまずはやります、はい、で発音と書き方、はい、だいたい覚えましょう、はいはい、では始めますね、はい、はい、お願いします。で、はい、これはアーですね、はい、アー、最初の、文字となります。で英語のアーに似てるんですけども、はい、小さいのが英語のアに、あの、A に似てるんですけども、はい、大きいのはちょっと、今カーソルを合わせてるところって見えますか？あ、ちょっと音が今ダブっちゃいました。ちょっと。あ、すいません。ごめんなさい。はい。これで。チェックします。これで見えますでしょうか。はい。カーソルが合わせてる、当ててるところって見えますか。カーソルが、私のカーソルが。カーソルを当ててるところは見えないですよね。あ、見えますね。見えますか、はい。はい。で、小さいと大きいのがあって、で、大きいのを、書くときはですね、名前だと、例えば、はい、アーニャとかアンナとかだったら、必ず大きいの方を使います。で、小さいのが、普通の言葉、文章の中 に出てくる、言葉ですね。で、最初の言葉でしたら、大きい文字、大きいの方、アーの方を使います。で、例としては、アルブス。スイカです。うん、アルプス、うん。なので。スイカのことをアルプスって言うんですね。はい。で、アルプスの最初のこう赤文字になっているところは、あですね。はい、この文字です。あ。キリル文字のあです、はい。はい。じゃあ次いきます。で、次は、英語の B に似てるんですけど、発音はベになります。ベ。ベ、あるいはブになります。ベ、ブ、ロシア人は
よくブって言うんですけども、まあ、はい、日本人にその、まあ、合わせた発音はベになりますね。あべ。で、なので、この、はい。バラバン、ね。バラバン。太鼓のことですか？はい。あ、すいません。これ間違ってます。太鼓って書いてたんです。太鼓。はい。で、バラバン。なので。バラバン。はい。ちなみにこのベの後、くるは、来るその文字はアーですね。さっきのアーでした。はい。はい。これ覚えておきましょう。で、大きいと小さいのもあります。大きいは多分ちょっと5に似てると思うんですけどね。はい。その数字の5に似てるんですけど、これはベになります。ベ。ベ。はい。はい。で、次ですね。はい。ヴ。ヴ。B に似てるのがもう一個あるんですね。これは、これは、そう、なかなか混乱させるですね。すごい、英語の B の、なんていう、バッチリですね。はい、同じですね。でも、実は V になります。V。で、英語の V。V と同じです。はい、あ、かなえさん。はい、かなえさんも来てくれました。はい、じゃあちょっと最初からもう一回。あ、聞こえます。かなえさん、今日声が出るんですね。よかったです。よかったよかった。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はアルファベットを始めます。はい。はい、さっき三つ目、アルファベットの文字の三つ目までちょっと行ったんですけども、はい、今もう一回、最初の文字から始めますね。はい。はい。じゃアルファベット、今日は、ここ、矢印が、あ、すいません。矢印がついてるところまで、はい、練習していきたいと思います。はい、で、全体的には、33文字があります。はい。はい。で、さっき今日、習ってみたんですが、あ、最初のアルファベットの文字、はい、あになります、はい。これは普通のあですね。はい。はい、で、例としては、スイカ、はい、ロシア語ではアルブス。アルブス。ブス, スイカがアルブス。アルブス。はい。はい、声が出せるなんてすごい。はい。はい。アルブス、これを、はい、後でちょっと練習します、復習しますので、はい、この書き方、まあ、なんとなく文字の、はい、文字を覚えておきましょう。次ですね、ブになります。これは、A、B、B じゃなくて、ベですね。英語の B じゃなくて、ベですね。ベ。ベ。で、言葉、例としてはバラバン、これは太鼓、ちょっと日本語で書く書き方をちょっと太鼓、はい、太鼓ですね、はい、バラバンです。はい、はい、でちなみにベの後の後に来る、文字はその最初のアルファベット文字のアでしたよね、はい、バラバンです。はい、バラバン。はい。バラバン。バラバン。はい、次ですね。V。これは、狼。あ、すいません。V。これは、B、英語のアルファベットの B にすごい似てるんですけども、これは発音は V ですね。V。V。うん、私の、はい、私の名字のチリコバのヴです。これはヴ、はい、でヴ、はい、で発音はあるいはウォークウォーク
で日本語だとヴォルクになるんですけど、実はヴォークですね。オオカミのことはヴォークと言います。ヴォーク、はい。次です。次はグです。これがグ、ゲ、あ、そうですね、ゲかグですね。例としてはグシグシ、これはガチョウかな、はい。で英語のグースにはなんかカナダグースってご存知ですか？はい、あの洋服のブランドなんですけど、グース、そのグースに似てるんですけど、はい、グースですね。はいはいはい、まあ、次です。はい、ではアブで、でですね。で、で書き方は、うん、まあ覚えにくいと思うんですけど、なんかで、なんて家みたいですよね。なんかそのなんていう、うん、屋根みたい。よくあの覚え、その小さい子供にそのアルファベットを習うときは、ドンっていう、ドンが家、あの建物、その人が住んでる建物なんですけど、そのドン、そのなんていう、あ、すいません、気にしないでください。例としては、ゲレワですね。ゲレワ、これは木です。ゲレボ。ゲレボ。はい、これはキーです。デレボ。はい、デレボで次ですね。次は英語のイに似てるんですけども、これは実はエです。エ。あ、イエ。イエ。イエです。で、イエです。これは女の名前、例えばあのエレナさん、あのまああの日本語にするとエレナさんになるんですけども、ロシア語ではイエレナになります。なのでイエレナ、はい、イエレナのイエですね。イエ。はい。次ですね。イエヨ。これはヨ。カタカナのヨ。で、そのよ、例はよし、よし。これはハリネズミ、ハリネズミですね。よし、よし。さっきの家に、まあ、とほぼ同じなんですけど、上にはその点々が2つがありますね。点々があったらよ。よよし。よし。はい。よし。次ですね。次は、じになります。じ。じ。じ。よく覚え、その、覚えやすい方法っていうか、虫。虫がこうロシア語でこう飛んでる虫があるじゃないですか、うん、で飛んでる虫がその音を出してそのジーって言うんですけ ど、 あ、なるほど、これで覚えます。はい、ジー、なのでジーなので で虫がジュクになります。ジュクジュク、はい、ジュクのジです。ジュクジュク、はい、ジュク。ジュク。はい。これで大丈夫。ジュク。まあ、ジュじゃなくて、ジュですね。ジュ。もうちょっと、なんて、柔らかい。英語のジェイじゃなくて、ジュ。ちょっとジュ。よくフランス語のジュになる。
フランス語を多分習った方は分かると思うんですけど、ジェ英語の J じゃなくて J になってるんです。J。J。はい。ジョコ。はい。じゃ次いきます。これは、Z です。Z。Z。で、Z になります。Z。で、例は、ゼブラ。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 これはシマウマですね。ゼブラ。ゼブラ。はい。で、多分、その、最初、一番最初のレッスンの時は、数字の3じゃないですかって。ああ、言ってました。これ、はい、はい。これが、その文字でした。はい。はい。まあ、ゼです。はい。ゼ。三文字に似てるんですけど、これが、その、下にはないですね、この。その、三、三とはもうほぼ同じなんですけど、今カーソルを合わせてるところを見ると、これが、下のところにはこれ、なんていう、ないですね。なので、うん。これで、多分外国人見ると、まあ、言葉の中に数字が明らかに出ることはないので、まあ、言葉の中に出てるその3文字、3に似てる文字があれば、それ、ぜって覚えておいてください。はい。はい、ぜ。はい。次ですね。いです。いい。いい。いい。はい。いいいくらのいいですね。いくら。いくら。いくら。はい。いくら。はい。いい。これは発音しやすいと思います。次ですね。次は、これは発音、もう発音しない文字ですね。いくらとかえって言うんですけど、いくらとかえっていうのが、この、ここに、下に書いてるんですけど、やーと言うと、言った時の最初の、この、y? と、いに当たる音です。なので、音はしないんですね。その、これが、その、他の、その、棒音、文字と一緒に使った時は、音が出ます。でも、そのまま、音が出ないんですね。発音しない。うん、ここはあの、まあ、短い E って書いてるんですけど、うん、実はその短い E というのが E クラッカーの、その、は、あの、翻訳、訳したものです。うん、なので、発音そのはまないんですけど、ヨーグルトのヨ、ヨーグルト。ヨーグルト。ヨーグルトの前にちっちゃく E って言うんですかね。はい、ヨーグルト。ヨーグルト。E をもう忘れてください。E を言わなくていいです。はい、その、ヨーグルトのその、なんていう、ちょっと難しいか。その、ヨー、そのカタカンのヨーあるじゃないですか。カタカンのヨーの、うん、例えばその、カタカンのヨーを2つ文字にすれば、まあ、分かれば、その、この文字、いくらとかへと、プラス、O になるんですね。うん、ちょっとわかるかな。まあ、なんとなくその。お手本でもう一度言っていただけますか？ヨーグルト。あ、ヨーグルト。これは、ヨーグルトになります。はい。ヨーグルト。はい。ヨーグルト。はい。で、多分発音は、その、ヨー。カタカナのヨーともう同じなんですけど、このヨーグルトのところが、あの、そのイークラとかえ、この、短いイの後、あの、O、その、英語のアルファベットの O 来るじゃないですか。これと同じと一緒に使ったときは、そのカタカナのヨーになるから、で、この短いイそのまま使うと、音がないんですね。ちょっと難しいかな。質問です。この E
クラーチョコエがない、はい、このヨーグルトのオーグルトだけだと、はい、ヨーと読まないんですね。そうですね、それは、はい、そうするとオーグルトになるけど、はい、これが入るとヨーグルトになるから、はい、母音の Y みたいな感じなんですね。はい、早速です、はい、そうですね、はい、さすがです、はい、はいはい、ヨーグルト、はい、ありがとうございます。はい、はい、では次ですね、はい、いきます。次はカです。はい、カ、これは、まあ、K、うん、英語の K と、まあ、ほぼ同じですけど、カ、うん、ですね。ちょっと硬い。カ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 。はい。で、コシカ。猫。コシカのカですね。このコシカの赤文字2つが、カがついてますね。入ってます。コシカ。コシカ。はい。コシカ。これは猫です。はい。はい、次いきます。で次は、L。L。L。あ、よくできました。はい。L。はい。で、L。まあ、カタカナにするとエリになるんですけど、L。エリ。でも、ちょっと硬いですね。L。L です。L。はい。はい。で、例としては、リモン。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 はい、レモンですね。レモンのこと。うん、リモン。リモン。はい。はい、次です。次は、M。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 僕は M。例は、マリーナです。マリーナ。マリーナ。マリーナ。で、これは女の、日本語ですと女の人の名前に似てるんですが、マリーナに似てるんですけど、これは実はラスベリーです。マリーナ。マリーナ。マリーナ。はい。マリーナ。次いきます。で、繰り返してみましょう。次。で、今日本語の読み方がない、そのさっきのもう一回いきますかね。もう一回言って、その後その画像だけ、見せますけど、その後文字をちょっと考えてみましょう。はい、じゃあ最初からいきます。はいはい、ああー、はい、例はアルブス。アルブス。ああ。はい。ブ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 。バラバン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 。はい。次。ブ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 。ヴォーク。ヴォーク。Volk. Volk. Hi. G. G. Goosh. 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 Hi. D. 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 Дерево. Дерево. Дерево.やれぼ、はい、次行きます。家、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 レナ、家、レナ、家、レナ、家、レナ、はい、次、よ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 じ、よじ、よじ、よじゅ。はい。じ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 ゅく。じゅく。はい。ぜ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 。ゼブラ。ゼブラ。はい。
次いきます。いいいくらいくら、はい、いくらとかいくらとかヨーグルト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 、かかコシカコシカ、はい、エル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 リモンレモンレモンレモン、はい、M 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 マリナマリナ、はい、では最初からいきます、ね、ちょっとどうしよう、これは何文字ですかね、 V V、はい、V、V ですね、V、これは Yeah? では忘れた、かなえさんさあ、で、でです。はい。で、これがで、です。これがで、はい。はい、でですね。で、ジェレワ。ジェレワ。キノ。キノ、ジェレワですね。はい、で。はい。これは、さっき。M です。はい。M、マリナ。マリナ。はい。マリナ。これは、あ、いくら、うん、いくら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 のいですね。いくらが食べ物で、うん、いくら、はい、いくらってご存知です。知ってますよね。知ってますよね。はい、いくら、いくら、はい、どうしよう、これ。これはさっきあの洋服のブランド、はい、そうです、グです、グ、グシですね、グシ、グ、グ、はい、グ、これはイレーナ、イレーナ違います、はい、イエレーナ、はい、イエレーナ、イエレーナ、イエレーナのイエですね、イエ、イエレーナ、はい、これはエルリモン、エルリモン、はい、エルエルリモン、はい、あ、これはアルブス、アルブス、あー、あー、はい、はい、すごいよく思ったよりすごい早く、これ手書きで書くとどう書くんですか、はい、これで Zoom で何か書けるのがあると思うんですけど、それで書いてもらっちゃダメでしょうか、画面共有でホワイトボードっていうのがあると思うんですけど、はい、ですかね、あ、嬉しい、それで教えてもらえないでしょうか、はい、はい、じゃあ2つがあって、あの1つはさっき習ったと同じような、うん、アルファベットの、うん、あのタイプした、うん、例えば、かん、あのパソコンとかで打った時は、うん、この文字で、うん、まあ全部あの表示されますけど、まあ、手で書くときはちょっと違うんですね、はい、例えばあーさっきのあー、これは、まあ、パソコンで打つときはこれが出てくるんですけど、はい、で、手で書くときはこれです、あー、あ、英語のアルファベットに似てるんですね、はい、あ、あ、あ、で、あるいはこれ
筆記体もあるんですね。あ、で、さっきのアルブスを書くとこれになります。難しい。あまでは行くけど、あるるが、あう、あう、これぐらいですかね。難しい。難しい。これダメだ。はい。で、はい、今日は筆記体まで欲張らずタイプだけにしましょうか。頭がこんがらがるから。はい。はい。じゃあ最初これ1、2、3。1、2、3。あ。はい。あになりますね。小さいあをこれ。はい。これ。はい。あ。多分これ私と同じように書く人と。うん、これぐらい このように書く人もいると思います、うん、なのでまあとりあえずあーですね、これです。はい。であれ、なんかこれがです。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい。ブ、さっきのブ、ブが1、2、3、これですね。あ、5みたいな B ですね。そうですね、5で、5の、5はこういうふうに書くんですけど、うん、で、B を書く。1、2、3。あ、1、ね、2、3。1、1、2、3。1、2、3。B。B。B。はい。あ、B。はい。覚えた。B。の小文字はどう書くんですか？あ、ベ、ベの小文字、うん、ベの小文字は、うん、あ、すいません、これは手書きでした、すいません、うん、これは 6? 今度は 6? 5かと思ったら6になった。ブ、面白いですね。でも、あ、ぶ、これで、あ、上がちょっとこうなるんですね。はい。はい。うんうん。はい。ちょっと汚いけど、すいません。ぶですね。ぶ。ぶ。ぶ。大きい。1、2、3。これです。はい。なので、こう、一つこうと、うん、まあ、3、文字3。うん、数字の3に似てるんですね、うん、これ1、これ3、うん、みたいな V になります、うん、で、V、小さい V、うん、小さい V が、まあ、ほぼ同じかわいい、ちっちゃい V、 はい、サイズだけが、はい、はい、で、G、 G はすごく簡単です。1、2 これで終わりです。小さいグもこれです。でも書くときは、まあ、手で書く、まあ、見せるのは見せる、これになります、うん、でこれになります。なので、まあ、覚えなくていいです。これでも頑張って覚えます。グ、なんか覚えてた気がする。グ、グ、これ手書きでした。これ手書き、はい、はい、ちょっとアブバがでですね。で、はい、でが家みたいにこう。はい。1、2、3、4。で、これでです。で、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 と、で、での小さい、あ、小さいのもこれ同じですね。で、書き方。1、2、3、4、これ2、3、4、で、2、3、4、1、2、3、4。なんか家みたいにこう、うん、覚えておけば、うん、うんうん、で、家は、ドン、
と言います。ドン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  で最初の文字がでですね。でドン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 。はいはい、次 yeah 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 三四 yeah。イエレナの、イエレナ、イエレナの、イエレナのイエ、イエレナのイエ、イエ。で、小さいイエはこれです。まあ、イ、イと同じ。イエレナはイ、イエレナはイ。ちなみにイエレナの筆記体もはどんな感じなんですか？イエレナの、イエレナ、これ？ああ、じゃあ、E も、この筆記体の E に似てるんですね。イエレナ。はい、これ。イエレナ。はい。イエレナ。うん。カナイさん、なんとか大丈夫そうですか？うん、なんとか。なんか、ワインとこは難しいけど。なんかいけそうですね、今日は。さっきのワインが。Y、うん、どこの Y ですか？ヨーグルトとか。ああ、ヨーグルト の, あの発音、まあ発音しないと覚えておいてください。で、他のその、うん、ちょっと今、例えばそうですね、うん、さっきの、イークラとかですね。イークラ。短い。イークラとや。イークラ。短い。いいからとか、さっきはヨ、ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト、さっきあの増山さんが言った通り、はい、これがもしなければオーグルトと読むんですけど、ヨーグルト、ヨーグルト、はい、でこの短いイがあるときですね、うん、ヨと呼びます、うん、ヨ。ヨー。カタカンのヨー。ヨー。ヨー。ヨーグルト。はい。ヨー。はい。で、例えばその、ヨー。イ、うん、短いイとプラス、アにしたら、うん。何でしょう？ヤ。はい、そうですね。ヤ。ヤ。ヤ。はい、ヤになります。ヤ。でも、そのこれ一つは使えない。あ、これこの短い E だけは発音しないので、まあそのまま覚えておけばいいと思います。うんうん、はい。はい。次、家でしたんですね。家の後は何？家の後はよう来ます。よ。ああ、そうだ、はい。点々がつくと、家がようになるんだ。よう、はい。よう。よう。ようですね。小さいよう。まあ、英語のいいと、もうほぼ同じなんですけど、点々があります。うん、よう。で、例はようしでしたね。ようし。ようしは意味が何でしたっけ？ハリネズミ。ああ、ようし。はい、よし。あとこれがあります。クリスマスツリー。うん、クリスマスツリーが、よ。あ、皆様これ今日習った文字が全部ここに入ってるんですけど、これ読みますか？最初はこれなんという。よ、よ、これはレモンの、レモン、あ、レモン、よれか、はい、そうです、早速よか、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 これがクリスマスツリーですね、うん、クリスマスツリーです、はい。ヨーカ。ヨーカ。ヨー。
用の後が、これ、これ書き方いろいろあるんですけど、私は、1、2、3、ジ。虫だ。はい、虫です。ジ。はい、ジュク。ジュク。はい、ジュク。これ、手で書くと曲がってないんで。はい、先っぽが曲がってないんですけど、でもさっきアルファベットをタイプした文字だと、その先っぽが曲がってた、そうそう、それはどっちが正しいんですか？これはどっちでも大丈夫です。んー、で、そのタイプした時、うん、これもあるし、ジェ、ジェ、あのフォントによってちょっと違うんですね。例えばこれ見ると、うん、これが、うん、その画像のところですね。画像のところと今こうタイプしたところもちょっと違うんじゃないですか。うん、なので、まあ、形だけ、うん、なんとなく覚えておけば、うん、ジェって分かるからですね。あとこの似てる文字がこれもう本当にないからですね、うん、これ3つ、うん、いうふうに、で手で書くと、うん、これになるかな汚いですけど、はい、うん、こういうふうになります。一本書きみたいな感じなんですね。ジェ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 と次はズになります。ズで、ズはもう本当に簡単、3みたいです。もう本当に3みたいです。はい。ズみたい。ズ。ズ。で、もし手で書くと、うん、これになります。ジェブラ。ジェブラ。ですね、まあ、なんとなく。わかります。なんとなく。ジェブラ。はい、これですね。ズ。ズがこれです。はい。ゼ。ゼブラ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 はシマウマですね。はい。シマウマでした。で、次。次はもう本当にと英語のアルファベットの N の、逆にしたものに似てるんですね。うん、これが E です。E、いくらの E でした。いくら。はい、小さい E。いくら。1、2、3。3本。2回目はそっちなんですね。1、2、3。まあ、いくら、これ。こういうふうに、うん、これはちょっと多分不便だと思うんですけど、うんうん、これが1、2、3、1、うん、そうです、うん、E です。はい、E、でいくら、はい、これに上にこうつけると何文字になりますかね。さっきの、うん、さっきのヨーグルトの、あ、いや、ヨーグルト、ヨーグルト、はい、で短い、はい、ああ、そうなんだ、いくら、はい、い、はい、いくらの、いや、はい、これがいくらとかいですね、いくらとかい、いくらとかい、なのでいいと思って、いくらのいいと思って上にこうすればこれがもういくらとかいになります。うんうんうん、ヨーグルト、うん、いくら、はい、いくら、いくらとか、いくらとか、はい、短い、いいですね。次、次です。か、まあ、け英語のけですね、か、こしか、コシカ、コシカ、で、コシカ、うん、
何かを書こうと思ったんですけど、コシカ、コシケ、あ、これカーツ、カウンキオカウン、コシカですね、コシカ、これまだ習ってないですけど、これあーあー今日はなり習いましたね。これこの2つがこれがお、うん、でこれがしになるんですけど、これはまあ次回になります。コシカ、コシカ、コシカ、コシカどういう意味ですか？猫、猫でした。ああそっか、コシカ、はい、はい、コシカ。コシカと、L ですね。あ、手書きします。これです。L。L。一、二。一、二。L。一、二。L。L。L。リモンですね。レモンの、はい。レモン。レモン。で、もし、例えば、何これ、L、L、これ読んでみましょう。これ何と書きましたか？リック、リック、リック、はい、リック、リックは顔のその表情みたいになります。あとこれ今日も習った文字の、え？Luck. Luck ですね。はい。これがあのネイルの、あれです。ネイルのカラー、うん、はい。Luck. Luck. Luck ですね。はい。できました。はい。なんか初めてちゃんと理解したかも。いつもなんかアルファベットに似てるけど、よくわからないなっていつも見ながら思ってたんで。はい。あ、もう一個、もう一個、今日習った。じゃあ次、かなえさん。はい。考えてみましょう。ラマ。これ、ラマですね。ラマ、ラマが、ラマ、動物。ラマ。ご存知ですか？はい。ラマ。ラマですね。はい。で、ちなみにこれは何ですかね？ママ。ママですね。はい。マザーのママ。マザーのママです。はい。ママ。はい。ママ。ママ。はい。ママ。ラマ。ママ。これ、M ですね。M。M。マリーナ。マリーナ。マリーナ。M、ラズベリー、マリーナ。はい、M。M。で、今日習った文字が、え？マック。はい、マック。マックは、花の、赤い花があるんですけど、これがマックになります。マック。あと、5月がこれになります。これちょっと。短い E が入ってます。マイ。マイ。はい。これが5月です。メイだ。はい、メイですね。はい。マイ。
My. My. と、M から始まる。M。あ、これ。これ読めるかも。バック、はい、これが、ゴミのムサルニバックって言うんですけど、バック、ゴミ箱バック、ちょっと箱、ゴミ箱の箱にな、あの似てるんですけども、バック、本当だ、はい、箱、はい、バックですね、はい、あと、あ、これ先々週多分習った言葉でちょっと書いてみますね。先々はい、何でしょう。最初の音忘れちゃいました。はい、かなえさん、さい。先々週、あの、どこか、どこ、誰々どこですかっていう。誰？これが。よく家に似てる、さっき家に似てるって言ってたんですけど。ドームの、ドームの、はい、ドームのでですね。だ。これは例えばあのアンドレイ監督さんはどこですか？先週なんだっけ、どこですかのグジエです。あ、グジエ、グジ、はい、ギデですね。あのカタカナで書くとギデになります。ギデ、これはいらないです。はい、ギデギデ・アンドレイ、はい、ギデ・アンドレイ、はい、ギデ・グジエになります。ギデ・ギデ・アンドレイ、ギデ・グジエ、ギデ・アンドレイ、はい、グデ・アンドレイ、グジエ、グジエ、グジエ、グデ、グデ・アンドレイ、はい、どこグジェ、はい、で、グジェ、グジェ、アンドレイ、はい、で、もう一個、こんにちは、最初のカクディラ、カク、はい、カクディラのカクですね、これがカクディラ、はい。あ、書く、ジェラも書きます。そしたら、うん、あ、もう言っちゃったんですけど。で、ディラーが。書く、ディラー。で、で、イエ、で、エル、あ、物事ですね。ディラー、書く、ディラー、書く、ディラー。はい、あ、書く、ここは書く、書くディラー、はい、書くディラー、はい、書くディラー、書くディラー、ディラー、はい、書くディラー、これいいかも。今日これも読んでみましょう。はい。はい。ジマ、はい、ジマです。
これは冬です。ズイマ。はい。ジマ。ズイマ。ジマ。はい。ズイ。ズイマ。ジマ。はい。ズイマ。ブーブー。はい。じゃあ、これでアルファベットのこの半分まで来たんですけど、ちょっと先週あと7分ぐらい残ってるんですけども、うん、先週のちょっと繰り返しますか？うん、大丈夫ですか？はい、はい、先週今ちょっと共有しますね。先週習ったことは自己紹介でした、うん、自己紹介ね。カクティラ。はい、見えてます。見えてますか今？うん。見えてます。ご紹介。で、お名前は何ですかっていうことでしたね。カク、さっきのカクがここに入ってます。カク、ワスザボト。カクバスザボート。はい、お名前は何ですか？カクバスザボート。で、これは、カクバスザボート。これが、丁寧ですね。丁寧語、丁寧な時。うん。初めて会う時使います。うん、バスは、カクの後のバスは、うん、二人称、複数形であります。で、次。Как тебя зовут? 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 はい、これはカジュアルですね。тебя があなたで二人称の単数。тебя。はい。Как тебя зовут? Как тебя зовут? あなたのお名前は何ですか？はい、Как тебя зовут? はい。カクティバザボット。はい。で、私の名前はっていう。ミニャザボット。ミニャザボット、レナ。はい。ミニャザボット、カナイ。はい。で、レナ。ミニャザボット、タキアナ。ミニャザボット、ターニャ。とか、うん、そうですね。で、下の名前言います。自分の下の名前。名字は。ブット、レナ。あんまり言わないですね。うん、はい、そうです。で、ロシア人の時は、下の名前とお父さんの名前言いますね。ミニャゾウ、タチアナ、ディミトリエヴナとかですね。うん、はい。はい。で、名前を聞かれた時は、相手の名前も聞きます。でその時は、アバスカク。アバスカク。アバスカク。はい、はい、アバスカク、アバスカク。でカジュアルな時はアチベアカク、アテベアカク、アテベアカク、アバスカク、アバスカク。はい、はじめましてどうぞよろしくっていうか、ラーダアット、あるいはラーッズナコムストラードズナコムスト。はい。ラードズナコムスト。ラードズナコムスト。はい。ズナコムスト。あなたと出会って嬉しいですっていう意味ですね。で、男性はラードと使います。で、女性はラーダ。ラーダズナコムスト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 。あるいは。はい、あるいは、プリアトナパズナコミッツァ。プリアトナパズナコミッツァ。はい、はい、プリアトナパズナコミッツァ。プリアトナパズナコミッツァ。はい、プリアトナは、嬉しい。パズナコミッツァは出会う。同じですね。はい。で、自己、
まあ自己紹介誰かとこう会ってから、その後、まあ、名前を、まあ、お互いしてからプリアットのパズムコミッツと言います、うん、ですね、はい、まあ、多分最初に言う人もいると思うんですけどあんまり言わないんですか、うん、はい、で、会話の例です。うん、はい、ちょっと読んでみましょうか。これちょっと間違えていました。ここに行きます。ちょっとラストウィッチ。Как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Александр. А вас как? Меня зовут Домитрий. Приятно познакомиться. Канай-сан, これ言い合いっこしてみましょうか。私 A さんしてみてもいいですか？どうぞ。ズドラストビッチ、はい、カークバスザバーッドラーク、ストビッチ、ミニャーザブート、アレクサンドル。はい。バスカーク。ミニャーザブート、ドミトリー。プリアートナ、パズナコミッサンダ。ラーク、ズナコムスパ。はい。で、A さんはもし女性でしたら、ここは、ラーダ。ラーダ、はい。ラーダズナコムスブ。ラーダズナコムスブ。ナコムストブ。はい。コムストブ。で、なんて、A さん、A さんと B さんは、うん、今回、なんて、増山さんが B さんになって、はい。はい。してみますか。はい。マイさんは A さん。はい。はい、読んでみましょう。ズドラストビッチェ、ミニャザブート、アレキサンドル。アバスカーク。ミニャザブート、ドミトリー。ブリアトナ、パズナコミスチェ。ラトナコミスチェ。はい、よくできました。よく。言えないやつ難しいこれ。あ、ズナコムスト。ズナコムスツブ。ズナコムスツブ。ズナコムスブ。プリアトナパズノコミッサの方が多分。あ、これは同じ。例えば繰り返しても大丈夫です。全然。プリアトナパズノコミッサ。プリアトナパズノコミッサ。お会いできて光栄ですっていうことですね。ブリアートナパズナコミスチャ、はい、ブリアートナパズナコミスチャ、はい、ブリアートナパズナコミスチャですね。もう一個ちょっと私は日本から来ましたという、やプリエハライズヤポニー、やプリエハライズヤポニー、はい、またはやイズヤポニー、やーイズヤポニー、やーイズヤポニーは男性と女性は同じ使ってもいいんですけど、やープリエハワイズヤポニーは女性で、男性がやープリエハウ、さっきの L の文字がちょっと固く言います。やープリエハウイズヤポニー、やープリエハウイズヤポニー、やープリエハウイズヤポニー、はい。で、さっきの、会話を、これを入れて、ちょっと自己紹介してみますか。うん、で、でも、増山さんが増山さんとして、金井さんは金井さんとして、うん、でも、ロシア語でちょっと会話してみますか。じゃあ、私が A さんやってもいいですか。はい。はい。ズドラストビチェ、カークバスザブート。ズドラストビチェ、ミニャザブートカナイ。あ、下の。あ、
カナイ・ノブユキのですね。ミニア・ザ・ブート・ノブユキじゃないか。うん。あ、はい。ミニア・ザ・ブート・ノブヨシ。ヨブヨシ。今、アパスカークって言っていただきましたっけ？はい、行きました。ミニア・ザ・ブート・レナ。プリアートナ・パズナ・コミッツァ。プリアートナ・パズナ・コミッツァ。で、誰が、はい、はい、続けてください。すいません。いや、プリエハラ・イズ・ヤポニ。はい。よくできました。あ、あと日本人で、私は日本人です。やー、ヤポネツ。やー、ヤポネツ。これが男性ですね。やー、ヤポンか、女性ですね。うんうん、はい。はい、男はやー、ヤポネツ。あ、ヤポンか。やー、ヤポンか。はい、女性がヤポン、ヤポンかですね。はい。やー、ヤポンか。はい。じゃあ、ここまでいいかな。はい。はい。とりあえず、今日は、これでおしまいになります。で、次は、アルファベットの、この、残り多分全部やっちゃうと思うんですけど、今日は早かったので。で、あと、時間が残ったら、買い物か、はい、買い物にしますかね。買い物にします。はいはい。なんか質問ありますか？あの来週は数字までいかず、はい、アルファベットの、あ、来週というかちょっと毎週というのはちょっとハードかなということで2週間に一度にしようかと思っていまして、次が7月30日の木曜日の午後8時から、本日あのタチアナ先生に教えていただいたアルファベットの後半っていうことをやってみたいと思います。で、その30日はアルファベット後半で時間が余ったら前半の復習と後半でこの日にアルファベットを全部覚えて書けるようにしましょうという、30日にして、うん、そこからまた2週間後、8月の13日、この日には数字と買い物という形で一つずつ復習も含めて進めていけたらと思っています。で、こちら今日はフルで、Facebook ライブでも流したんですけれども、もし一緒に習いたいと思われる方で今日もちょっと聞いていただいた方いたら、こちらユーラシア映画祭の講座の方に応援をいただけたら嬉しいです。また、としぞうの刀 .com の方からこのロシア語講座を応援、チケットを買うという形で一緒に入っていただくということもできますので、ぜひご参加お願いします。またエキストラ参加してみたいなと思われる方は、こちらリンクが貼っていますので、ペライチ の、 講座アドレスにクリックしていただいて登録の方をお願いいたします。本日ありがとうございました。カナイさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、また、はい、再来週タチアナ先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、はい、失礼いたします。カナイさんありがとうございました。はい、どうも。はい、ちょっと毎週だとハードかなと思って2週間に1度っていうことにさせてください。はい、あ、マイクが届いたんですね。そうそう、今日さっき届いた。ああ、間に合ってよかったです。すごい金井さんと挨拶やり取りさせていただけてよかったです。まあ、ありがとうございます。またその演技指導とかその幕末の、武術指導とかそういったことも少しずつ進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。11日の日で、はい、18日だったっけ、稽古、はい、人で稽古、はい、美術の、はい、あれちょっとストップかかったんで、やっぱりコロナ、ね、あ、
そうですか、そうなんですよね。はい。ごめんですよ、いかないんで。いえいえ、はい。なかなか感染者も増えて困ったものですね。うちの近くの子が、はい。近くで、はい。コンサートのライブで、はい。え？それでかかっちゃったの？うん、あのイケメンのあったでしょ？ジン、ジン、ジルだっけ？ジン、ジン、ジン、なんとか言ったやつ。あ、シアターモリエール。そう。それ行ってて、かかっちゃったんだ。それで行くなと。はい。現場畳んで。行くなと。そうなんですね。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。どうも。おやすみなさい。はい、失礼します。皆さん、お聞きいただいてありがとうございました。またお会いしましょう。